マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。流されている可能性が高い。それから声を出すんだ。教授に呼びかけて。教授、教授、教授、どこ？おーい、教授。何何今の声。さっきのやつだ。この近くにいるのかも。たくま、僕まだ。分かってるよ。不意打ちを食らわないように様子を見るだけだ。あれ、かなりボロボロじゃねえか。そうね、私たちが思ってた以上にダメージを与えられてたのかしら。それも気になるけど、それより、なんかあいつ霧にまとわりつかれてない？あ、本当だ。足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見てると不安になってくる。やだ、もういち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 、なんでうちに指図すんのよ。もう何言ってんだ。俺はお前を心配して。だからそれが余計なお世話なの。もうお兄ちゃんついてこないで。今はそんなわがまま言ってる場合じゃないだろう。見てみろ、あたりの様子がおかしいだろう。確かに、なんか変だけどさ。何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だからなんで命令するの？何様だよ、うん、俺はお前の兄なんだぞ。心配するのは当然だろう。はいはい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別になんともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶だよ。気絶、人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに。すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんないけど、見慣れた景色が見慣れないものになってるんだよこれ。ちょっとワクワク。ったく、お前ってやつは。なんだ今のは。地震とかじゃない？いや、まだ続いてる。地震っていうか、
何かでかいやつの足音とかだろう。にしたってこんなでかい音、まさかまた化け物なのか。そんな脅かさないでよ。よし、俺はちょっと高いところから辺りの様子を見てくる。待ってよお兄ちゃん、一人にしないで。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。いいな。よし、これだけ高い木からなら遠くまで見渡せるだろう。あの足音の正体だけでも突き止めとかないとな。何か動いてる。なんだあのでかい化け物は。右腕、筋肉の塊どころじゃないな。あんなので攻撃でもされたら簡単に殺されちまう。とにかく危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。急いでミュウのところに戻らないと。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ、どうした？返事は？おい、あまり世話を焼かせるな。どこにいる？返事をしろ、ミュウ。ミュウ、おはよう、アクモ。おはよう、タクマ。ミノルたちはまだ寝てるか？アオイさんたちはどうだろう、まだ寝てるのかな？どうだろうね、見てこようか。いや、いいよ、起きたら食堂に集まるんだし。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。シュージ、大丈夫？そばに寄るな。ごめん。あれ、ねえ、ちょっと、まさか全員ここで寝るの？そうだけど、広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの？え？何言ってんだよ、そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。気にするに決まってんでしょ、バカなの？着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。た
確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。あ、葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ。最低。もっと気を使いなさいよ男子。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。こら、無意味に煽るんじゃない。いや、でもいつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全と。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり。やらしい。変。え、たくまくん。そんなわけないだろ。全然そんなつもりじゃないよ。変態ってなんだ。アグモンたらそんなことも知らないの。変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよね、クネモン。へえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。まあ当然といえば当然ではあると思うね。くだらねえ。どうせ俺たちはここからなんかとんだ濡れ着に着せられた気がするけど、どうする、タクマ。さっきも言ったけど、いつ襲われるかわからないし、やっぱり一緒の方が良くないか。いや、お前ここでそう言えるのは勇者だわ。それ絶対先には言うなよ。また変態いいって言われるからな。うぅ、それは嫌だな。それじゃあハレ、ちょっといいかな。葵さんとサキはハルとミユキと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。ミユキも女の子だし、ハルは見ての通りまだ小さいし。うん、まあそれならいいかな。ええ、私も大丈夫。ということで、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど。え、僕たちはそんなの。はあ、はあ、わかった。それでいいよ。ああ、ありがとう。それじゃあ、本当にそろそろ寝ようか。亮と修二さんもおはよう。そうだな、僕もまだ信じられない。うむ、いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいいのに
ダメだよ。こういう時はちゃんと空気を読まないと。空気って透明なのに、どうやって読むの？読めるの？まあ、アグモンも悪気があるわけでも、ふざけてるわけでもない。君たち、いつもこんな感じなの？アグモンは、まあ、あんな感じだな。俺やクネモンも、だいたいいつも通りだ。え？寝る場所を変えたラブラモンというやつが、こういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか。僕たちの方は、こんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとサキが僕を励ましてくれて。ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。一番大きいのに？大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの当たりも厳しいようだ。そんなことないよ。我々のパートナーは皆未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた俺たちの役目だ。そうだ教授、見ていてください。僕がきっとみんなを いつまでも落ち込んだり悲しんでいても仕方ないんだ。言ってることと態度が逆っすよ、修二さん。修二さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く教授と一緒にいたんだし、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、修二さんにはリーダーシップ取ってもらわないと。次の年長者は葵さんですよ。ああ、あとリョウナ。どう考えたってこのメンツじゃ、修二さんに頑張ってもらわないとさ。でも、ここは僕がしっかりしないと。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては昨日聞かせてもらったけど。そうだ、修二さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああ、そりゃ大変だ。では、僕たちが今までどうしてたか順番に話しますね。まあでも若干ハードモードだよな、修二さんたちの方が。うん、教授がいなければどうなっていたか。それにあんなおっかねえのにつけ狙われてずっと追っかけられるって何なんだあれ。俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたし。そこは教授からも聞いた獣神や瞳悟空の伝承と合致しそうだけど。教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ、残念だけど仕方ない。しかし得体の知れない化け物はいるわ。その化け物を飲み込んじまう霧まで出るわ。そうだよな、あの狼みたいな化け物でさえ一瞬で飲み込まれてた。あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。
わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあそうだよな。地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか校舎とかをコピーしてるとか、壮大なドッキリ、僕らみんな騙されてましたとか。ドッキリってなんだ？お笑いタレントとかアイドルとかをびっくりさせて楽しもうっていう面白いことで、いや、ただの厨房にこんな大掛かりなドッキリとかないな。うん、ごめん。ここが何らかの異世界ならそれで腑に落ちることもあるよ。山深い未踏の地ならともかく、普通に神社や学校に続く山道すらあるのに、どうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。やめろよ。どうすればここから脱出できるか、まずはそのことを考えないと。なあタクマ、このままじゃ拉致が開かなくね？修二さんはうなってばっかだし。ごめんね。ふむ、クネモンもこう言っていることだし、場所を変えてはどうだろうか。お腹も空いちゃったしね。それに女子の意見も聞いてみないとな。僕たちだけじゃなく、女子二人の意見も聞いてみないと決められないですよ。確かに、それもそうだね。なら、続きは食堂で朝飯食いながらにしようぜ。それじゃあ、朝食を取りつつ、みんなで話し合おう。ごめん、みんなは先に行ってて。あ、どうしたタクマ？トイレだよ。済ましてから食堂に行くから。お、そっか。慌てんなよ。さて、これから話し合いか。もうやってるみたいだよ。え？本当だ。修二さんが早口で何か叫んでるのが聞こえる。すごい剣幕だ。何かあったのか。だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって言ってんの。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなで必ず元の場所に帰りたい。そう、修二、確かにね。先が見えないってことならここにいても外に出ても同じよね。だよね。だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと釣り合いが取れるかどうかだよ。他に意見は？リョウは？あいつ昨日からずっとなんだ。
ゆきちゃんに言い張るわ。わかんない。わかんない。そうか。しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってことで。あ、たくま、いいところに来たな。そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。え、僕に？ああ、周囲を探って地形の把握をするか、ここに留まってしばらく慎重に様子を見るか。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。決定権はタクマにあるんだぜ。そう言われても。僕はここがどこなのか辺りを探索して調べたいかな。だよな。でもそれでまた襲われたりしたらどうするつもりなの。また戦って倒せばいいじゃん。随分自信があるみたいだけど、勝てる相手ばかりとは限らないんじゃないか。いや、それは確かにそうだ。だったら修二さんはどうするつもりなんだよ。ここに居続けて何か変わんのか。状況は変わるかもしれないだろう。化け物が消えたり、あっさり帰れたりするかも。そんな運頼みで帰れるんだったら自分たちで動いてもいいじゃんか。手がかりもなく危ないことはさせられない。怪我だけじゃ済まないかもしれないんだぞ。ねえ、これいつまで続くの？なんか飽きてきちゃった。そう言うな。まあ確かに話が平行線をたどっているようではあるが。二人とも落ち着いて。このままじゃ結論は出ないよ。それぞれ一旦頭を冷やそうよね。そうだな。そうしようか。それじゃ二人だけじゃなくてみんなももう一度よく考えてみよう。それで改めて昼にもう一度集まるっていうのはどうかな。まあいいんじゃない。そうね、そうしましょう。それじゃあ朝ごはんを食べたら一回解散しよう。
を急ぐぞ。
僕の番だね。気を急ぐぞ。そろそろ昼だし。タクマ！アグモ、戻ってきたか。タクマ、大変大変、すっごいの見つけた。すっごいの？なんかね、大きくてビヨーンってしてて、とにかくすっごいんだよ。大きくてビヨーン？なんだそれ。なんだっけ、ファルコモンが言ってたんだけど、あ、そうだ、電波塔だ。電波塔？あ、電波塔か。電波塔っていうくらいだから電波が届いてるよな。そこまで行けばスマホが使えるんじゃね。それに高い建物だよね。上まで登ればこの辺の様子とか見えるよ。そこはどれくらいの高さなんだ。すっごく高い。ファルコモンも見たんだよな。大体でいいからどれくらいの高さかわかるか。ふむ、比較物がないから正確にはわからないが、遠目で見た限りでもこの校舎より大きかったな。そんだけでかけりゃ間違いなく電波塔だな。設備は生きているのかしら。それはわからない。そもそも我々は電波塔がどういうものかも知らないからな。言ってみればわかるでしょ。ひょっとしたら誰かいるかもしれないし。そうね、ここで話しててもしょうがないわ。それじゃあ山登りね。頑張りましょう、葵。え、山登り？そうよ。あれ、行ってなかったかしら。電波塔は森を抜けた先の峠を越えて山のてっぺんにあるわ。森を抜ける？冗談じゃない。探索は反対だと言っただろう。ただでさえ怪物がさまよっているのに登山だって。僕たちだけじゃ無理だ。ここに残るべきだ。シュージ、怒らないで。うるさい、お前は黙ってろ。無駄だ、何したって。そうは言いますけどね、修二先輩、言ってみなきゃ何も変わらないっしょ。子供だけで何ができるんだ。大人の救援が来るのを待つしかないじゃないか。来るわけねえだろ。
ないって修二さんだって言ってたじゃん。言ってない。それを口にしたら本当に来ないかもしれないじゃないか。私も一緒に行くわ。ラブラもついてきてくれる？もちろんよ、葵。おい、葵くんもここに待機して様子を見るのに賛成じゃなかったのか。もし電波塔でスマホが使えるようになれば先生やみんなに連絡がつくかもしれない。大人の助けを呼べるかもしれないんじゃないですか。助けを呼べる。そうなればあとは救助を待つだけです。修二さん、それでもまだ探索は反対ですか？うん、やる気だね、葵ちゃん。これでイクハが過半数超えたんじゃない？僕も電波塔は気になる。もちろん行くよ。これで僕、ミノル、サキ、葵さんの4人がイクハだね。で、どうします、シュウジ先輩？だが…修二さん、心配しなくても食べ物なら少しは持っていけますよ。そんなこと心配してたんすか？なんなら食える草を教えましょうか？誰もそんなこと心配していない。やれやれ、そこまで言われたら反対する理由もないな。じゃあ皆さん、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。何言ってんだよ、ハル、ミユキ、二人とも一緒に行くからな。二人きりでここにいてもまた敵が来るかもしれないだろ。第一、ハルにもミユキにも相棒の怪物がついていないじゃないか。うむ、危ない目には合わせないぞ。僕も守るぞ。すぐに便乗するんだから、この子は。アグモンはいつもこんな感じなのよ。あ、両先輩はお留守番頼みますね。待てよ、俺だけ置いてくなよ。何よ、リョウったら。協調性もないくせに一人は嫌なんだ。いいっていいって、あれでやっといつものリョウに戻れたんだ。このところおかしかったけど、あいつは嫌味や悪態ついてるくらいでちょうどいいんだ。校舎から近いところにこんな場所があったなんて。神社のある森のあたりをほんの少し左に抜けただけなのに。この崖、斜面がずっと下まで続いてるわ。傾斜は緩いけど、転んだら谷底まで落ちてしまいそう。あ、見て、大きい橋がある。大きい橋だな。またその話？飽きないわね。何？何の話？アグモンのなりたいものの話よ。うん、僕もあんな風に大きくなりたいんだ。ですって。ほんと、あなたたちってその辺不思議よね。タクマもそう思わない？うん、アグモンたちが不思議なのはそこに限った話じゃないけどね。それもそうだわ、存在そのものが不思議だったわ。それほどでも。別に褒めてないからね。フローラモンたちと仲良くしてたからつい忘れがちだったけど、この子たちって何なんだろうな。
リョウ、大丈夫か？こんなとこで襲われたら今度こそ死ぬ。ここら辺に危なそうな感じはないから大丈夫だぞ。うるせえ、こっち来んな。俺なんてどうだっていいだろ。くっそ、そうはいかない。僕たちは誰一人欠けるわけにはいかないんだ。教授のためにも僕は。うん、僕だって同じ気持ちなんだよ。放っておけるわけないって。くっそ、うるせえよ。ずいぶん歩いたが、電波塔はこの山の上なんだよな。間違いないぞ。あれ、ねえ、あそこに誰かいるよ。あれ、カイトじゃん。本当か。よかった、無事だったのね。いや、カイトだけじゃない。おい、てめえ、ミュウをどこにやった？正直に答えねえとどうなるか分かんねえぞ。はあ？だから何度も言ってるけど、答える義理なんてないって言ってるでしょ。ええ、上等だこれ。カイト！カイト、よかった、無事だったんだな。お前ら手伝え、こいつは。助けてください。え？この人にいきなり大声で怒鳴られて、私何も知らないのに。ふざけるな、人間の姿をした化け物が。カイト、やめるんだ。一体何があったんだ。